はいどうも、にげちゃんでございます。本日は6月のもう28ですか、6月終わり、暑くなってきましたけど、今日はですね、今夜中走っていくんですけど、九州に久々に行こうとい いうふうに思います思いますってね行くし、別に気まぐれで行くわけじゃないしということでね、今中国道走ってますね。芦田愛菜ちゃんの了解が出おりましたんで、ここもまた通行再開ということでございますね。今日はですね、昨日まあ荷下ろし、下ろして、ですぐに宵積みというかね、積みにだけ行って、でもうこの荷物は昼市か、鳥栖、佐賀県の鳥栖の昼市の卸なんで、まあ時間も空くし、で次の日の積み込みで、向こうからの積み込みが翌日になるんで、もうその日はね、卸したら終わりなんで、まあ家でちょっとゆっくりして、でそこから走って、で鳥栖で卸して、この日は終わりという感じでございますね。今日は時刻は今深夜1時、まだ12時間ぐらいあるんで、まあ全然余裕で着きますわ。まあしばらくね、明け方まではただ暗い道なんで、まあぼちぼち明るくなってからまたね、取り出そうかなという感じでございます。はい、ちょっと明るくなってまいりました。今八幡のパーキングで1回430取って、出発です。全く問題なく順調でございます。はい、宮島でございます。すごいよね、この結構高いところから宮島の、なんすかこれ見下ろせるんですよね。はい、朝7時、いいですね、この左前方に見える瀬戸内海ですか。よう見えますよね、ここね。この辺りもね、山陽道の、ね、宮島に次ぐ絶景の一つじゃないですか。これちょうどいい感じにね、前に見えますね。こちら中国道も対面通行工事中ですね。まもなく水戸のサービスエリアのところですね。こちらで2度目の430を取っていきます。晴れた、晴れてきてめちゃくちゃ気持ちいいじゃないですか。感じですね。前まで結構見えにくい感じだったんですけどね、まだ足場とか残ってますけどね。いやー、最高じゃないですか。ちょっと眠たかったけど、眠気も飛びました。もうちょっとで目の前九州ですね。いっぱい目がいっぱい通っとる。あっちに光ってるのがあれ、風速、風向き、風速ですか。3メートルかな。はい、というわけで満を持して満を持して関門橋を渡っていきます。あ、まだなんか幕残ってるからあれやな幕が残ってるから外はあんま見えにくいな。というわけで結構久しぶりの九州やなと思って、まあいつぶりかなと思ったら、前回来たのは3月の頭ぐらいですね。まあ4ヶ月ぶり。その前となると半年以上前やから、今年2回目ぐらいみたいですね。どうや動画のなんか残ってるやつの情報やと大体それぐらい今年2回目ぐらいの
九州上陸でございます。はい、九州に入っても九州はでかいということでね、まだまだ今1時間10分ぐらいか九州入って走ってきましたけど、まあまだもうちょっと、鳥栖はもうちょっと先ということで、まあ、時間も十分たっぷりあるんで、あまあちょっとね軽くご飯だけパッと食べて、行こうかなと思います。はい、というわけで九州に来た時はこちら、あマルコラーメンセンター、絶対来てしまうような感じですねマルコラーメンセンター久しぶりでございますが、若干ちょっとお値段の方はやっぱ仕方ないですね、上がっちゃったみたいですね。うん、というわけで、いつもラーメンを食べるんですが、今日はですね一回ちゃんぽん食べてみようかなということで、珍しくねこうちゃんぽんを初めてオーダーしてみました。はい、うん、結構ねあの野菜もしっかり乗っております。うん、スープもなかなか美味しいでございますし、こうねお野菜もたっぷり、シャキシャキお野菜がたっぷり、乗っておりますキャベツもめっちゃ長いやん、キャベツもラーメンぐらい長いじゃないですか。まあ味的にはね、あの正直まあまあ普通のちゃんぽんっていう感じでしたねなんかこうお特色なんかすごいなっていう感じでも、まあ普通のちゃんぽんという感じでございます。まあ、値段も上がったとはいえ700円なんでね、全然安いですし、美味しいですし、まあ特筆したちゃんぽんじゃなかったっていう感じですね。うん、やっぱりあのたまに来るときはやっぱいつものあのラーメンまあ胡椒なんか振ってみちゃったりなんかしちゃったりしてねしてますけど、まあ久々に来るときはやっぱラーメンがいいかなというのが私の感想でございましたが、でもやっぱりね、こちらラーメンセンターですね。うんこっちの方に来るとね、関東の方行くとラーメンといえばショップなんですが、こちらラーメンセンターですね。ということでこれ脇の方にあったこれソースソースいりますかって言われてね、うん、あ一応置いといてくださいってね、あのソースがあったんでかけていました。こういう習慣結構全国的にあんのかな、まあ、あんま分かんないですけどね、結構コクが増して、まあそれはそれなりにうまかったということでございます。てなわけでね、いつもやったらこれの横にね中華丼やらねチャーハンやらがね、脇を固めるところなんですが、今日はねちゃんぽんだけということでダイエットにも目覚めたんでしょうかね。というわけで、ごちそうさんでございました。というわけで美味しくいただいてまいりました、ね、私まあ小食なんですよね。まあというわけで小食なんで私はね、まあ、あんだけしか、まあ、あれで十分ですよっていうことなんですが、まあ本当のところはこの後ね終わったら鳥栖のトラックステーションでね明日まで多分泊まると思うんで鳥栖のトラスでもう一食いただきたいなとなかなか九州来ることないんで、いろんなところでいただきたいなということで、ちゃんぽんだけにしたという経緯でございました。というわけで、まあまあお昼過ぎぐらいかな、終わるかな、下ろしてまいります。はい、おつでございます。どうもどうも、というわけで、14時荷下ろし完了いたしました。というわけで今日はこのまま鳥栖のトラックステーション行って寝猫にしたいと思います。いやパレット燃えたからまあすぐ降りたわ。でも暑いね、しかしどこでも暑いね。ここは33度、外気よいしょ。ってなわけで鳥栖の青い空を眺めていたらですね、なんとこのような方がやってきてくれました。青い服着たおじさんでございます全然寝癖も何もしてないしじゃあ、ひげちゃんにお土産を。おこれやってなかったね。いや、そうです、トラックショーバージョンありがとうございます。トラックショーで配っとったんですか。そうです、そうです。ありがとうございます。ちょっとおじとらさん呼び出しちゃったっすそしてごちそうさんになるという大阪人のイメージをどんどん悪くしてますね、僕はね九州に来てで、こっからどんな話するんかなってみんな思うでしょ。ごめんなさい、話に夢中で撮ってなかったんすもうほんとごめんなさい、ほんまポンコツでしょ。
いやね、あの確かね、こう鳥栖のね、トラステ車庫が確かお近いということやったんで、まあ近くいたらなと思って おられたらお茶しませんかってこうそうしたら、おちょっと近くで積んでるから終わったら行くよみたいな感じで時間あったらって言って、ほんなわざわざ寄ってくれてね、うん、ほんで、まあいろんな話しとったんですよ。コーヒーもおごってもらっちゃったりしてね、グッズももらっちゃったりしてねまあね、あの YouTube のね、あのまああの動画でね、撮影するとき飲食店とかどうやって許可取ったりするんですかとか意見交換とかもねしたりとか、あとまあ富士運輸のね、あのこの人あのいろんなとこもあってね、やっぱこの前も大阪にね、行って、でなんかいろいろね企業さんとこ回ったりとかしてね、お仕事取ったりとかね、自分でねお仕事取ったりとかね、なんかすごいなぁ思って、あのフェリーもね、もともとなんか富士運輸とかはあんま使ってなかったけど、もうおじとさんがね、まあ、フェリー使いましょうよみたいなんでね、結局使い出したりとか、なんかもう会社がいろんな改革したりね、なんか仕事取ったりスーパードライバーやねっていう感じでね、いろんなお話聞かせていただきました。取ってないのよそれ今日はね、フェリーで、新文字からフェリーで行くって言うとったんで、関東の方に、うん、だからその時間までちょっと行けるからって言ってわざわざ来てくれたんですけどね、本当もう取っとけよマジでって思った。3、40分ぐらい話させてもらっとったかな、ほんま。もう宇空さんも最初ね、取らへんのって言ってあ、また後で取りますわとか言って、ほんならそっかね、話に夢中になりすぎてね気づいたら、あ、フェリーの時間だってもうほんとポンコツでございなさい。またね、なんか近くおられた時とか、おじぞらさんにね、貴重なお話また聞かせてもらって、それちゃんと撮りたいと思います。すんません。いやー、傷一つだよいや、ありがとうございました。いえいえ、気付けていてください、わざわざ来てもらって。ちゃん、また終わずに今度こそ一緒に飯食いましょうか、ほんなら、ね、時間がね、あれだったから今日。はい、じゃあまた気つけて、ご安全に。はい、じゃあ気つけて。というわけで、ポンコツ野郎でもやっぱり腹は減るということでございます。はい、この前ね、おじとらさんが動画の中で食べてたこのトラステの中華丼をいただきたいと思います。というわけで、第2章かな、一応ね。と思ったら、これ器の大きさ分かります？なんかとんでもない器の大きさが出てきてさ、もう俺運ばれてくるときに、うわやってもだと思ってね。やっぱトラックステーションのね、代飯舐めてあきませんよ、ほんまいやマジでかい、普通になんかほら見て、これラーメンの丼級の丼に入ってる。いやーすげえな。前多分ね、おいとらさんがね食べた時はね、これ台はねちょっときついんだよねみたいな感じでね言ってたんですよ。台きついわこれ普通に。いやでもうまい、うん、やトロトロでね、ほんとあんもね味が濃くてね、でご飯も大量でしょこれ、あんも大量やな、ね、これご飯だけ大とかじゃなくて、あんの方もこれ大にしてくれてますね。だからちゃんとバランス取れてますよ。いやその分ね、器の大きさもやばいしね、もういやこれ昼間にねちゃんぽん食べて、まあねそこまで激お腹好きとかじゃないんですけど、いや普通にお腹ペコペコでもこれきついよ。というわけで、でも美味しいからパクパク入っていきますまあそこまでねめちゃくちゃ器が深いわけじゃないんで、超デカ盛りとまでは言いませんが、ほんとねもうびっくりしたわ。というわけで、結構いろんなメニューがございます。はい、なんかハンバーグとかね、なんかそういう洋風系もあるし、うん、こっつけもうまかったわ。僕つけもあんまねちょっと苦手な部分はあるんですけど、ここのつけもは美味しかった。うんね、ほんと、もう具もめっちゃ入ってるわ、ほんま。豚肉で、かまぼことか入ってるね、こっちの方ってね。きくらげやら白菜やら、もう、ほんま何やったかな何しかいっぱいですわ。で、まあ、おじとらさんのね、ステッカーがレジに貼ってましたね。もう完全におじとらさんの縄張りですからね、ここら辺は。いやほんまね、でまたね、あんがね、もう熱々でね、いつまでも熱々、ほら見てください、これ。熱々ですわ、ほんま。まあ、若干猫舌なんですけどね、僕はね。と
というわけで、だいぶ食べ進めてまいりましたが、もう結構お腹限界でございます。はい。いやびっくりしたわ本当ね。皆さんあのぜひねトラックステーションの普通は大、大は特大と覚えておいてください。はい、大変美味しくお腹いっぱいいただきました。はい、ごちそうさんでございました。はいやっぱりねトラステのね大盛りは舐めたらいかん弱かったでしょ昨日はね晩の10時ぐらいから起きてるからもうさすがに眠たいもうそろそろ限界ですね。ねえ、まだ7時なんですけど、もうさすがに限界が近くなってきた。まあ10時間ぐらい爆睡したろうかというふうに思っております。はい。いやー、美味しくて楽しい一日でした。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイラン。テカテカやな、おい。我が輩はダラマの神様ダークダビーダビー使えるダビー全国のデスク学生たちチャンネル登録グッドボタン押さないと足焼きダビー。